はい、宮本様と申します。なんと、シックスシングル、風は吹いてるか、オリコンウィークリー2位ということで、まずはそれ本当におめでたいことなんですけど、まさか、七音さんが1500個もね、くれるとは思ってませんでした。まあこれ期間中に1回なんで、ぜひね、皆さんも、最近やってなかったもね、この動画見て、ぜひログインしてみてください。これはね、正直こんな石くれると思いませんでした。はい、まあおめでとうございますということで。はい、まあ、しっかりログインしていくんですけど、これあれ、あ、来るよね。よかったよかった。こっちが先でログインがあれじゃないのと思ったけど、はい、まあ追憶のプリクエルがね、いつも通り来ました。まあ僕の予想では宮古って言ったんですけど、まあ茜でしたね。はい、ということで新曲登場。まあこれは多分エンディングテーマですね。まあこれかなり加工してるけど、まあ AI っていうことでこういう感じにしたんでしょうね。はい、新カードということで、ようやくこれで落ち着いて本が読めますね。丸山あかねちゃん、これ図書室で読んでるのかな。はい、てか覚醒後プリクエルの画像なんかめっちゃ良くない。はい、というわけで、まあ、スクショしますけど、マリオマーカーが登場ということで、まあ、プリクエルに関しては昨日のね、ニュースっていうかあのお知らせ出たんだけど、これはね正直驚きましたね。オリコン、あのね、分かってた、知ってたんですけど、2位取ったのは1500個くれるのはありがたいです。はい、これ1500個もらえて、まあ、放課高校生の劣等生コラボの報酬も、はい、ありがとうございます。これこんな結構もらったけど、あ、トップ1万なんだ。ないだったんでしょうね。ちょっと正直あんまやってなかったんで。あ、6646位か。てかこれ交換するの忘れてた。まあ、ちょっとね、後で交換しておきますけど、まあ、累計いかなくても6600位かって、ちょっと嬉しい反面、残念な気持ちあるんですけど、まあ、ガチャ見ていきますか。はい、これ何パーなんでしょう。あ、120% アップだ。120% アップって予想してる人いたんだけど、合ってるな。まあ引いてもいいんですけど、これ工場なんで、まあ限定に取っておきましょう。おそらくハロウィンイベがあるんで、そっちいっぱい引いた方が皆さんもいいでしょうということで、じゃあイベント見ていきますか。いつものね、ミッションイベントって感じなんで、あ、でも鳥なんかしおりを集めて交換所だって、あ、まあ図書室って感じだったか。交換所見てみていい。メガネね。なるほどね。これ全員分の 2D 賞と 3D 賞の、これアクセサリーって感じか、メガネ。え、やばくないこれ。ちょっとさ、別にいいんだけどさ、これ交換をね、いちいちこうやって押していくのが大変だからさ、一括で交換みたいにやってほしいんで、ちょっとさ、色でさ、メガネ出しすぎなんだよな、これちょっと。ちょっと大変だな、これ交換するの。別に集められるっちゃ集められるけどさ。じゃあ石数えていきますか。はい、ね、数えてもらいました。これ累計イベントさ、これ見て10万まで減ってるんだよね。前まで15万とかだったよね。それが10万まで一気に減りましたね。で、石はね、700個でしたね。で、スタンプが落ち着いていきましょうという、まあ、割と汎用性の高い。高いかな、わかんないけど。まあ、使いやすいと思いますし、入浴剤セットにフルーツ牛乳だっけとかいうね、あの、なんとも、あかねらしいね、はい、感じですね。はい。で、ミッションもあるんで、こちらを見ていきましょう。まあ、石がこれ1000個もらえますね。1000個に、イベントポイントで2万ポイント。なんで、まあ、累計全部終わらせってなったら、これもう8万ポイントやればいいんで、結構割と楽ですね。で、開催期間が、今日が、10日ですよね。10日なん、あ、違う、11日か。まあ、1週間ですね。1週間か。まあ、割と1週間だからこそ短くしたのかな。うん、そうだと思います。じゃあ、編成ボーナスの方も見ていこうかと思います。はい、まあ、こんな感じで組んでまいりました。ダイヤの星音がね、割といたんで、まあ、130アップのね、2神連れていくっていう形で、まあ、こちらはね、まあ、これね、1回1回変えるって方法できるんですけど、これね、おすすめ変更っていうのができるんで、こちらを振るとね、なんと、もう勝手にやってくれます。なんで皆さん、
おすすめです。はい、もうこれね、おすすめ変更割と便利なんで使ってみてください。まあ、これね、多分ね、センターによって固定、センターによっておすすめインテリアになるので、このインテリアね、いちいち変えてめんどくさかった人はね、このおすすめ編設定もいかがでしょうか、ということで、はい、ね、おすすめ設定ね、あんまりやったことない人でもね、やってみてください。はい、ということで、じゃあ今回はね、ソロライブの、まあせっかくなんでね、感情無用論をやっていこうかなと思うんですけど、あと思うんですけど、楽曲レベル 4.5 か。まあ割とさ、なんかマリアマーカエの曲って難しいイメージあるよね。なんか最初のでもな、ツイッターアカウントで AP とも苦戦してたしね、アカネが、アカネさんが。ちょっと今回は、ミスったら企画とかは やりない方向で。簡単だったらやってもよかったんだけど、割と難しそう。うん、4.5。はい。うお。ちょっとさ、結構さ、やっぱアニメ終わってから期間経ってるからさ、これ聞いたんだけどさ、エンディングでも。ちょっとどういう感じだったっけか、あんまり覚えてないところもあるからさ。みんな普段から聞くんですかね、まあ、公式 YouTube チャンネルに上がってるんだけどさ。それぞれのね、やべ。うわぁ、最悪。AP と言いたかったけど、ごめんなさい、もう初見プレイなんで、多少のミスは、温かい目で見てくれたら嬉しいです。はい。まあでも割と 4.5 って、ね、名前のない怪物より、まあ、結構昔の曲になっちゃうかもしれないけど、まあでもまだ。あー、確かにここ難しいな。やばい、ちょっと、あと今日初プレイだからさ、さっきログイン画面見てもらったから分かると思うんだけど、もうそういうのもあってちょっとね、もう下手くそがより、うわ。まあでも AP 取れなくはないかなって感じですよね。まあ、難しいプロに比べたらね。現状さ、一番難しいのはライジングホープだけどさ、それに比べたらね、感情って今止めて、からのって、うわ。あとさ、割と、キャラのさ、2個目とかもそうだけどさ、長いよね、全体的に。長いからさ、赤ね、ちょっと長いし、ちょいちょいむずいしって感じで、ちょっと 4.5 っていう、まあ、ちょうどいいかなと思いますね。はい。っていう感じで、まあ結構割とミスっちゃったんですけど、まあなんとかクリアしました。まあ、ミカミンのね、喋るスピード結構ゆっくりですね。ミカミン戦隊すること僕あんまりないんですけど。はい、じゃあやってまいりました。ということで、じゃあフレンドの方も見ていこうかなと思っております。じゃあね、承認待ちリフトをね、フレンドね、34人まで減ったけどやっていこうかなと思います。まずはランク高順でちょっと今晩やっていこうかなと思っております。はい、もうこれね、ほんとやり方が、いいやり方ね、ほんとにわかんないんで今んとここういう落ち着いてるんですけど、はい、やっていきまーす。この人。はい、動いてた俺。NK さんでいいかな。はい。9分前。よろしくお願いします。はい。じゃあ次はね、これ。ログインかんの少女ね。ね。あれでいじれるか、すごいさ、一言コメントでかい人いたけど、まあ目つぶってやっていきます。はい。この人。ミュウさんでいいかな。ミュウさん。楽曲に願いの眼差しを追加してほしいなということで、いいっすね、願いの眼差し。確かにそこら辺とかまだ追加されたいんだよね、足を上がりだとか。はい、じゃあランクで高順でいきます。あ、待って、それだと変わんないか、こうしよう。はい、ラスト。でもさ、これいつか全員追加されるよねいつか全員追加されるっていうね。まあ、はい、そのために誰か、はい、イヴァヨイファンでいいかな、これ。イヴァヨイファンでいきましょうかね。うん。よろしくお願いします。はい。というわけで、フレンドまた追加してまいりました。64人なんで、まあ、まだ大丈夫でしょう。という感じで、まあ、僕、一応プロフィールも載せておきますか。はい。これなんで、よければ追加してください。はい。という感じでね、プリクエル来ましたんで、皆さんもね、今回1週間という短い機会ですが、割と10万ポイントという、やりやすい、ね、累計だと思うので、僕もね、今回は累計までいけるように、ちょっと頑張ってやろうかなと思います。ちょっと藤間ちゃんサボっちゃったんで、頑張ります。はい。というわけで、この動画だったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画で会いましょう。